リチャード・ヘンリー・リーリチャード・ヘンリー・リーはアメリカ植民地のイギリスからの独立を求めたリー決議案を大陸会議に提出したことで名高い政治家である。連合規約下の連合会議で第6代の議長を務めた。リーの任期は1784年11月30日から1785年11月22日までであり、前任はトマス・ミフリン、後任は ジョン・ハンコックであった。リーのご反省は、アメリカの独立と建国のために捧げられた。リーは1732年1月20日に、バージニア植民地、ウエストモーランド郡、ストラットフォードプランテーションで生まれた。父は、トマス・リー大佐、母は、ハンナ・ハリソン・ルドーエルであった。リーは、若い頃はイギリスに留学し、ヨークシャーにあるクイーン・エリザベス・グラマースクールの、 ウェークフィールド校で学んだ。1752年、リーはバージニアに戻り、弁護士の修行を始めた。1757年、リーはウェストモーランド軍民事裁判所の判事に任命された。1776年、リーはバージニア植民地議会の議員に選出された。ここでパトリック・ヘンリーと出会うことになり、二人で多くの委員会を主催して、 議案を提出した。リーは初期の独立志向論者となり、様々な植民地にいる独立志向の多くの植民地人に通信委員会を組織するよう仕向けた者の,の一人である。1774年8月、リーはフィラデルフィアで開かれる第一次大陸会議の大議員に選ばれた。1775年、リーはウエストモーランド軍民兵の大佐となった。 1776年6月7日、リーはイギリスからの独立を宣言する議案を大陸会議に提出した。その決議案は次のようなものである。リーは妻の病のために大陸会議を欠席することになったので、トマス・ジェファーソンがアメリカ独立宣言を起草することになった。リー決議は7月2日に承認され、2日後の7月4日、アメリカ独立宣言が採択された。 リーはアメリカ独立宣言に署名した後、1777年に採択された連合規約のバージニアにおける批准に協力し、1778年7月9日に署名を行った。連合規約に基づく連合会議にも大議員として参加し、その議長を務めた。しかし、強い中央政府を目指す連邦主義には反発し、 アメリカ合衆国憲法には署名していない。リーはバージニア選出アメリカ合衆国上院議員となったが、任期半ばで辞任し、1794年6月19日に死んだ。リー家の紋章リーは1757年12月5日、アン・アイレットと結婚した。アンはウィリアム・アイレットとエリザベス・エス・クリジ夫妻の娘であった。二人には4人の子供ができ、 アンは1768年12月12日に死んだ。リーは1768年7月にアンがスキンスピンカードと再婚した。子供は5人生まれた。アン・アイレットとの子供アンがスキンスピンカードとの子供。ありがとうございます。